大阪の皆さん、ご近所の皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました日本共産党の衆議院議員島津幸宏です。いよいよ市議会議員選挙が始まります。皆さんの大きな力で鏡正文さん、何としてもこの度議会に送り出していただきたい、そのお願いで今回から駆けつけてまいります。最後までのご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。私、皆さんにお伝えしたいのは、今度の選挙ばかりは、党派の違い、立場の違いを超えて、何としても日本共産党の高木正臣さん、市議会に送り出していただきたいんです。その理由は3つあります。その1つは、憲法の問題です。安倍首相は年頭の記者会見で、いよいよ憲法を変えるということに踏み出す決意を述べました。先日の国会での所信表明演説でも、憲法を変えて挑戦していくことを明言しました。皆さん、昨年安保法制、私たちは戦争法と言っていますけれども、この安保法制、憲法法が通って、いよいよ憲法9条との矛盾が激化している。ですから、今の日本の国の状況というのは、このまま憲法法を実行していっていけばいくほど、憲法9条との矛盾が激しくなる。憲法法を進め、憲法9条を変える、それとも憲法法を廃止し、憲法を守っていくのか、この2つの道が問われているんです。日本共産党は、今の日本の国の憲法、平和主義、民主主義、しっかりと守っていくべきだと考えています。安倍首相は、緊急事態条項、東日本大震災のような大きな災害が起きたとき、有事が起きたときに、非常事態の状況、憲法の規定外から必要な、こんなことを言っています。でも、この中身というのは、戦争法に伴い、日本が有事になった場合、国民の皆さんの反対の声を押さえつける、政府が国会を無視して、隔離所を置いておくと同じようなものを作って、国民に要請していく、こういうことを考えているわけです。そして、憲法改正の本丸は、憲法9条を変える、戦争法の矛盾をなくしていくことになります。このままどうしても許せません。日本共産党は、今の憲法ができるときに、主権在任を加えるように主張し、実現させた政党です。憲法の平和主義、基本的人権、民主主義を守るために頑張る政党です。ですから、今後の選挙、憲法を守る、この声を上げるためにも、ぜひお互いさん、議会を下げていただきたいんです。二つ目は、戦争法です。安倍首相は、この戦争法を迎えた、参議院選挙を終わるまでは、じっとしていた、ということで、具体化を進めようとしていません。確保として、自民党の国会議員は、戦争法が通って、国民の反対運動が沸き起こったときに、日本人は正月の餅を切ったら忘れる、こんなこと言いました。皆さん、忘れることができたでしょうか。戦争を参議院選挙までの期待がされませんけれども、思うのはどうなのか。戦争法というのは、一言で言えば、アメリカが引き起こす世界中のどんな戦争にも、日本の自衛隊が出かけていって、戦闘地域を出かけていって、後方支援という名前の警官活動、武器弾薬を輸送して補給する、こういう活動をするわけで、当然相手の国が攻撃されたらどうするのか。安倍首相、国会の答弁でしぶしぶ認めます。攻撃されたら武器を使って反撃する。まさに皆さん、憲法9条で禁止されている戦争行為、起きてしまうんです。しかもこの御殿場の町から、駒場から、
自衛隊の皆さんが海外に出て行って殺しをされる、こんなことは許してはなりません。さらにオスプレイというアメリカの特殊ヘリコプターがあります。このオスプレイというのは未放棄製造機と別名言われています。とにかくこのヘリコプター墜落の回数が多い。他のヘリコプター飛行機を使っても完全にパイロットが死んでしまう、こういうふうに別名で言われているんです。このオスプレイがこの東海でも訓練をしていく、こういうことが計画されています。まさに拠点の町は戦争の拠点にも作業されているわけです。こういう基地の町、演習場を変える拠点場から、この戦争法を廃下、反対、廃止の声を大きく上げていく必要があります。農業担当は戦争法が強行された後、戦争法廃止の国民連合制度を作ろうということを呼びかけ、野党共闘を提案しています。今度の選挙、戦争法の実行を許さない、戦争法を廃止していく、日本の平和を守っていくためにも、この日本の担当の加盟さん議会に呼びかけていただくことが、御殿場の市民の皆さんの圧倒を持って戦争法を廃止にしてほしい、反対の声を上げる一番大事な力となります。その意味でも加盟さん、ぜひとも理解を見せてください。三つ目は暮らしの問題です。今安倍内閣の下で安倍内閣経済対策が進められています。さてこれで資本金需要件以上の大企業などは大募集を通じて内部利用という建物に300億円を超えます。しかし一方で国民の皆さんの所得はこの3年間で 5% 下がっているんです。物価上昇に合わせる実質下がっている。年収4万万円だと20万円も値切りしているんです。格差と貧困が広がった、これがアベノミクスの正体です。さらにアベノミクスは来年からの消費税の 10% 増税緩和税だと言っています。さらに国会審議では2018年以降は 10% 以上の選択肢がある、こういうことを認めます。まさに今のアベノミクス自民党政権の下で暮らしは起き上がっていかなくてはならないです。皆さん、経済を立て直し暮らしを守るためには国民の皆さんの所得を増やす、こういう政策改革が必要なんです。正社員が当たり前の社会にしている、財政金融による中小企業の支援をやりながら引き上げている、下請けの担当をきちんとしている、こうしてこそ初めて商品が増えて税収が上がり景気が良くなっていく、年金をはじめとした社会保障の財源もさせることができる。年金を今削りに削られていますけれども、安心できる年金制度を作ることもできるんです。皆さん、こうした対策を与党担当皆さんの力で進めていきますが、同時に国の政治とともに地方の政治が問われているんです。国の政治が市民の皆さんに進めたいときには、その方法で決まっていく、これが地方自治体の一番大切な仕事です。与党担当の高木さんはこうした段階で市民の皆さんの暮らしを守るために頑張ってきた日々です。子どもの医療費、皆さんと力を合わせて高校卒業まで無料にしていく、また今は制度不十分なものになってしまいましたけれども、住宅用の制度、住宅を用途するように予定制度を作る、こういう制度などは結果で先駆けて御殿場で実現し、地元行政の仕事を増やしていく、他の自治体も回っていないような制度を提案に作ってきたのも要求の担当です。この暮らしが大変なのに、暮らしを守る日本共産党のためにますます大切になっているわけです。皆さん、選挙戦、よい始まりが、いろんなことが言われていますけれども、日本共産党の高木さんの議席が獲得できるかどうか、こ
の時代を超えて、何としても皆さんのお力で、果敢な社員さん、議会にご協力していただくこと、重ねてお願い申し上げまして、私からの皆さんへのご期待を回していただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。我々の皆さん、おはようございます。今日は、私の出陣式にこれほど大勢の地元の皆さんをはじめ、共産党の支持者の皆さん、一党の皆さん集まっていただきまして本当にありがとうございます。私はこれまで3期12年間皆さんの大きなお力に支えられまして活動を続けてくることができました。私は皆さんのそうした支えを本当に心に刻みながら日本を目指した選挙戦で戦っていきたいと考えています。どうぞ皆さんの大きなご支援をまずもってよろしくお願い申し上げます。さて今回の選挙戦、私は2つの点を強調しながらお話をしております。その1つ目は先ほど島津議員からもお話がありましたが、昨年の国会で国民多数の反対の声を押し切って強行されました安保法制、私たちは自衛隊が実際海外に出て戦争をさせられるわけですから戦争法だと主張させてもらっているんですが、この戦争法を廃止するこの声を大きく今回の選挙で広げて、憲法9条に基づく命を守る政治、これを全国に発信する選挙だと私は考えているんです。今回のこの戦争を、強行された後でも廃止を求める声が大きく広がり続けています。今私たちは市民の皆さんのご協力をいただきましてアンケートを行っております。この中でも憲法の解釈を勝手に変えて自衛隊員を戦場に送り出すなんて大変不安です、こんな声が届いています。実際今駒角の駐屯地からは南スーダンでの PKO 活動に参加をしている隊員もすでに生まれています。ところが今年からはこの南スーダンの PKO 活動には駆けつけ警護という新しい任務が加えられます。これまでのように自衛隊が非戦闘地域における後方支援、こうした仕事に関連るだけではなく、今度はいよいよ武器を持って外国の軍隊を警護する、こんな仕事が始まるわけです。まだ政治も不安定、内乱状態が続いているようなところで武器を使えば当然殺し殺されるような戦闘行為が始まる可能性が大きく広がります。自衛隊が大変な危機に陥るわけです。私は同じ市民として自衛隊の皆さんの命や人権を守る、この切り札というのは戦争法そのものを廃止をすることだと考えています。実際私たちのアンケートの中でも隊員の家族の方から、いつ出動命令が出るかこれを考えると、不安です、こんな率直な思いが届いています。先に日本共産党はこの戦争法の廃止、この一点で一致できる政党や団体、個人の皆さんが協力して国民連合政府を作ろうと呼びかけます。私も御殿場市内の立正厚生会の皆さんや JA 御殿場の皆さん、そして東周期演習場地域農民再建連合の皆さん、こうした方との懇談を行ってまいりましたが、皆さん大変大きな関心を寄せていただき、同時に戦争の道、二度と許してはいけない、こうした強い意志を表明してもらいました。この安保法制の戦争法、廃止ができるかどうかは、これからの国民の皆さんの運動と世論にかかっています。今、政党や団体の枠を超えて、戦争法の廃止と、立憲主義の回復、これは憲法に基づいて成長しようということなんですが、この回復を目指す署名が行われています。どうぞ本日は集まりの皆さんもこの署名へのご協力ぜひともよろしくお願いいたします。そして皆さん御殿場市においては
平和であってこそ暮らしもそして経済も回っていくことができます。自衛隊はもちろん市民を戦場には行かせない、この立場で私は議会に皆さんの声を届けてまいります。どうぞ今ロープの皆さん、そして東大学の皆さんの大きなご支援をよろしくお願いを申し上げます。そして今回の選挙での2つ目の問題点、これは今安倍政権大変な暴走を続けています。消費税の大増税、 TPP の大筋合意、さらに原発の再稼働、これどういうことと言いましても自民党自身の大変な公約違反だけではありません。私たちの国民生活を大きく破壊するものばかりなんです。だからこそ今地方自治体に求められている役割というのは、さまざまな制度を使ってそこに住む住民の皆さんの命や暮らし、そして権利を守っていく、いわば国の悪政の防波堤の役割を果たすことが求められています。御殿場市は県下で一般会計の規模を比較しましても財政力指数が県下で4番目、そして一般会計の規模は県下で6番目に大きいんです。要はこのお金を何に重点を置いて使っているのか、これが問われています。御殿場市は今庁舎の東館の建設工事が始まっております。しかしこの後も市民会館、体育館、そして図書館、さらに温泉会館、こうしたまだ耐震補強工事が終わってない建物がまだまだたくさん残っています。ですからこうした建物の耐震補強工事、もちろんやる必要もありますが、施設の規模や時期を精査をして、少なくとも住民の皆さんの暮らしや福祉、教育にはお金の使い方を切り込ませない、こうした立場で私は議会で活動していきたいと考えています。皆さん、御殿場市の国民健康保険税についてもお話ししたいと思います。御殿場の国保、実は県下35の市町の中で上から6番目に高いんです。もともと国民健康保険という制度そのものが所得に占める、税の負担の割合が他の保険制度に比べても大変高い制度になっています。その上、所得の少ない皆さんが大勢加入しているのが国民健康保険です。だからこそ国保の負担の軽減、これは本当に急がれています。私はこれからも一般会計から国保の会計の中にもっとお金の繰り入れ額を増やして、加入者の皆さんの負担を軽くしていく、この立場で活動をしていきたいと考えています。そして今御殿場市では保育園、幼稚園、さらに学校給食、こうした施設の民営化、こんな話も出始めます。昨年の12月の議会では議員の一般質問に、市長が民営化、そして民間活力の導入、これ大いに結構だ、こんな立場を表明し始めています。皆さん、公共の施設には公共でなければできない仕事と責任、そして役割があります。私はコストや効率ばかりを優先した民営化、これには反対です。待機児童の解消の問題はきっちりと市の責任で行い、今全国で問題になっております育児休暇中の途中退園の制度、これ残念ながら御殿場市までやっております。でこの廃止も求めていきます。同時に保育や幼稚園、給食の現場での職員の確保と処遇の改善、これも一体のものと進めてまいります。で最後になりますが、先ほどもお話ありましたがオスプレイの問題についても一言触れておきたいと思います。昨年からこのアメリカからやってきました海兵隊の MV-22 というオスプレイ、御殿場の東行き演習場での訓練がいよいよ本格化してきました。昨年の秋の10月には御殿場市の市街地の上空を低空で飛び回る、こうした事態も実際目撃されています。先ほども話がありました通り、オスプレイそのものは大変墜落事故を繰り返してきた欠陥機です。私はこれからも行政の皆さん、そして地権者の皆さんとも力を合わせて、この危険なオスプレイの飛行訓練の運用の停止、訓練の停止を
皆さんと力を合わせて求めてまいります。皆さん、私高木正文は住民こそが主人公、これを心情にして、これからも皆さんの声を市政に届けてまいります。どうぞお集まりの皆さんの一回りも二回りも大きなご支援を最後に重ねてお願いを申し上げまして、私の出発式、出陣式でのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。